どうもお疲れ様です。今回の雑談コーナーは、為替介入トリガーについてお伝えしようと思います。これ、もうちょっと詳しくはですね、コンサルの方ですとか別のコーナーでやるんですけども、まあ、少しだけね、お話ししとこうと思います。えー、主には FX オリガイヒの方にね、えー、ちょっとまた新しいモチベーションを注入するのと、あとは速可塾限定動画の皆様にも、まあ、たまにはね、 オリガルシでどんなことをやっているのかその勝利の秘訣をまを、あ、リークしようかなというところですねえまずね右側の方を見てください2022年の為替介入の時なんですけども時間とそれから金額ですねえこのようになっているかなというところです9月22日17時に2.8兆円で下落幅が5.13円ねそれから 10月の21日、結構ね、間を置かずに入れてるわけですけども、これが深夜5.6兆円。これね、この深夜に来るってのはね、私もね、度義も抜きましたけどもね、こんな時間にもやるんだと思いました。で、下落幅が5.44円、はい。10月24日、立て続けに入れてますね。半年間で3回までが介入の一、まあ、つのルールですから、ギリギリ3回を使ったってことになります。えー、朝8時37分、市場が開く前に、 7296億円で下落幅が4.4と。投入する金額と、それから下落幅が比例してないように見えますけども、だいたいね、えーまあ、5円ぐらい大きく変わるなっていうような感覚です。少なくて4円です。で、2024年もそのように構えておりました。4月29日の13時5分、下落幅が4.53円なんで、やっぱりねって感じで5円ぐらいですね。それがですね、ここです。 で、えー、今度は5月2日ですけども、4月29日、4月30日、5月1日、4月2日ということで、えー、介入は一度に3日以内に入れなければ新しい IMF への許可がいるってことなんで、これ、なんとかね、ギリギリに入ったって感じでしょうね。うん、だから24時間かける3だと思いますので、まあまあギリギリ入ってるかなってとこだと思います。それがここです。 で、トリガーってのはどういうふうに入れるかっていうことなんですけども、そうですね。まず、こちらの方を例にとってお話ししましょうか。ここでの現在価格が、ここにあります。で、介入が入るとしたら、5円、ドカーンと変わるわけですよね。5円。それが目安です。ということは、私の場合は、1円幅で下にトリガーを設けておいて、そして3円を、 取ったら、そこで決済するようにしていて、だいたいこの3円幅をね、かすめ取るようにしてるんですよ。で、トリガーの入る、こちらのエントリーポイントなんですけども、セルでのエントリーポイント。これは、やっぱり動かすようにしてますね。時間が経てば経つほど、ここに合わせて、この現在価格に合わせて動かすようにしてます。常に1円幅で追っかけるようにしてるんですよ。そうするとね、為替介入以外で、あの、 一瞬でね、1円以上動くことってまあないわけですよ。そうなったら、一気に1円以上動くってことは、これは5円ぐらい動く為替介入だなっていうふうに、あたりをつけてるってことになります。ね。もちろんこれ1円じゃなくても、別にこのあたりでもいいんですよ。0.5円くらいでも。でも私の場合は1円幅を設けてるってことです。そうすると、だいたい3円が取れて、で、ここで透かさず利格をするわけですよ。だいたいこのパターンです。大事なのは、 ある程度ね、チャートに貼り付いていないとこれができないってことなんですよ。もちろん、エントリーすることはできるでしょう。タイマーでね。でも、その時に持っていた、倍のポジションっていうのは、手動で決済することになります。さらに、ドカーンとセルの方に伸びていってしまったこの価格ですけども、これも手動で利確することになります。ですんで、この為替介入を意識している時っていうのは、 私は、まあ、チャートの方にね、たびたび来てますね。ちょこ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 来てます。でも、通常、サラリーマン生活をしていると、そんなことってなかなかできないでしょ。だから、スマホを片手に、今か今かと待ちながら、通常業務をこなすってことになりますので、腰の落ち着き悪いですよね。だから、基本的に、トリガーに預かれる人って、もうね、ほぼね、FX の専業に近いような暮らしをしてる人なんですよ。いつも、フリーハンドでいられる人ね。 で、私も結構フリーハンドですけどもでもね例えば子供が帰ってきたらバスのお迎えに行かなくちゃいけないんでその時はもうトレードできませんその時にドカーンとね介入が入ったらこれお手上げですあとお風呂に入っていたりとかね、えー、トイレに入っていたりとかね、うん、そのほか運転していたりとか生活に自分の時間が取れられているとこのトリガーが、うん、あるかもしんないなと思ってもやっぱりね こう意識していていも参加できなかったりするんですよですよでで今回連休中にそれが起きたのはラッキーだったなと思います。なぜなら普段ですら私ねあんまり出かけないのに連休中はもっと出かけないしまあ家族の生活もねあの普段と違ってまあお迎えのバスとか子供に対して来ないわけですよ。うん、だからラッキーだなと思いました。で4月29日のトリガーにはなんとかね 参加できたんですけども、そこで私はね、3日以内にもう1回来るなと思って、まあ来ないにしてもね、3日間は張り付いていようと思ったんですよ。そしたら最終日、ギリギリ,ギリに来たんで、これ私がね、朝のライブ放送した直後に来ましたんで、うまいことやれましたね。だから本当にね、ラッキーに見舞われるとこ、ことと、あとラッキーを受け取れるような生活環境を手にしないと、基本的にトリガーで利益をパシッと出すってことは結構難しいですね。 前回私はあと一歩のところで取り逃がしたんですよ。でも今回は二つとも捉えることができましたので、これによって私はね、あの8年ぐらい FX、こういった形で放送を毎日してますけども、8年目にしてやっと自分の暮らしと、それからトリガーの技術が噛み合って、今後も為替介入があるたびに、このトリガーでね、大きな利益を取ることもできますし、その模様を配信することもできると思います。そして、 この為替介入トリガーをトレーニングする場として私が使っているのが毎月の雇用統計発表です。雇用統計発表も5円も動くことはないにしてもね、やっぱり1円なり1円半なり動くわけですよ。となると、エントリーポイントを今回と1円差っていうものではなくてね、もうちょっと絞り込むことによって、うん雇用統計でねうん、ある程度の利益を上げることができるわけですよ。ただ、反動として、あの、 うままくいかずにロスカットってことももあり得ますけどもね、うん。でもかなり高い確率でかあの為替介入トリガーの技術を雇用統計こういったところで練習することができますしそこで利益を掴むこともできるんですよね。まあ、ですので毎月の雇用統計でトレーニングして今日お話したことをね頭に入れながらやっていくとまあ為替介入ってのはね滅多にないですけども為替介入がありそうだなっていう時に。 大いにこのトリガーっていうね、えー、もう黄金の技が使えるということになります。で私の場合は2022年に多分こういうことなんじゃないかなと思って為替介入トリガーを試してみたんですけども,もやっぱりね張り付いてる時間がなくってうまくいかなかったです。特に10月21日ここですけどもこれも寝てましたからね明日の朝は早めに起きてやろうと思ったら 深夜3時ぐらいに起きたらもうね、介入入入ってましたから、完了しましたからね。あちゃーと思いましたね。<laughs> うん、だからね、私たちの隙をつくように来ますんでね、うん。財務官僚の方もさすがにこの時間帰ってるだろうと思ったんですけども、まあ、為替介入もトリガーかけれますしね。はい。じゃあ、そういった形でね、えー、ちょっとトリガーを雑談まがいにお話しました。もっともっと細かく時間をかけてお話ししないといけないと思いますけども、とりあえず、 為替介入トリガーを軽く皆さんにお伝えするとこんな感ぐに、だから参考にはならないと思いますけども、あこれでも攻略できるんだなと、材料すら攻略できるんだなと思っていただければ幸いです。ただし、テクニカルがマスターできていないと、こういったものだけで利益を取ることはかなりのギャンブルになりますので、絶対にやめた方がいいと思います。あくまでもテクニカルで日々利益を積んでいるからこそ、 こういう風な挑戦ができるってことですからね。はい、それじゃあお疲れ様です。